上の写真がね、まあ、横向きですね、はい、こんな感じ で,、はい、でこちらがうつ伏せです、はいはい、これはお腹の横向きと今度は仰向けです、はい、でまず頭と胸を見たいんですけど、はい、まず頭、前歯は綺麗です、はい、ここがねまっすぐ揃っててほしいんですよね、奥歯は、うん、ちょっとだけデコボコしてるから、はい、軽い不正交互はあります。あか今度チモシー食べないとなっちゃうんですよ、うん、かこれ胸です、うん、とこれが心臓の後ろ、前が多分ここだと思うから、うん、だいぶ大きい。あで今度ね真正面にするともっと分かる、これが胸じゃないですか、うん、でこれが心臓、もう普通の 1.5 倍ぐらい、うん、だいぶだ、こういうのうっ血性心不全、うん、また血の流れが悪くなってて心臓がこう肥大っていうかね大きくなってきてるんかなと思います、うんうん、でこのこういうところが肺なんです。肺は一応今のところ正常範囲内かな、うん、次お腹、まあ、ここでもお腹ちょっと映ってないから、これお腹ですね、うん、とこの辺でこの辺で触れるんですよ、うん、あのしこりがね、うん、だけどレントゲン的には分かんないですね、うん、でここは横隔膜でこれが胃です、うん、と胃の中何もない、食べてないですよね、うん、からとこれガス、これガスですね、胃のガス、うん、こういうところは腸のガスです、まあ、ガスがちょっとだけ溜まってます、まあ、正常でも溜まるんですけど、うん、でも胃の中に何もなくてガスが溜まっているというのは胃炎症が起きているか、もしくは心臓大きいからさ呼吸が速くなって苦しいから、うん、空気を飲んでて胃にガスが溜まっているという可能性もあります、うん、からとこの辺にもえば もわっとこう見えるのはこれは盲腸、はい、で盲腸にうんちはちょっとだあるかなと思います、うん、でも普通はねお腹があるとねお腹の3分の2ぐらい盲腸なんですよ、うん、この子たちって、うん、すごい巨大な盲腸があってそこにうんち溜めといてちょっとずつちょっとずつ出てると、まあ、それでだいたい24時間にカプセル状のうんちをね100個ぐらいするもんですね、うん、おそらく数えるとそこまで出てないんじゃないかなっていう、ね、可能性があります、うん、というところですね。ここで例えばあのしこりが中に軽い石灰沈着を起こしているとこう骨みたいなのがね、うん、白いのがこう見えたりもするけど石灰沈着は起こしてないみたいですね、